一番最初、うん、キャロル俺は見たっていうか、あなたの彼らがほらリブヤングっていう番組に出てきたじゃない、うん、あの時にあの俺とアランはそれこそ優也さんの1815ロックンロールバンドで、うん、で彼がベースで俺がドラムでやってたから、うん、でその前の日なんか六本木の今でもあんのかな、なんかあの変なさあの変な店って言ったらオーナー聞いてた店でリハーサルやってさ、明日はなんかあの川崎からこれもんのが来るからちょっと閉まって行こうぜって言ってさ、閉まるっていうのはどういうふうに閉まるのかよくわかんないかったけどみたいな感じであったのが初めて初めてあのその本番っていうか、あ、フジテレビでうん見たけどいい音してたよね、うん、でもほら彼らはほら50年代というのがこうベーシックに今ほら一番最初にねあの言ってたけど、どうでもいいやろな初めてなんだよなんだよ OK そうなってくるとやっぱりウォッカコリンズを目指すことみたいな最近みんな喋るのめんどくさくなっちゃってできれば踊り一曲踊ってやめようって感じということは通称して缶詰ってのはないんだ。